東口ホーム、被災駅は三重県津市被災新町にある近畿日本鉄道名古屋線の駅である。駅番号は E42。かつては京弁鉄道の中、勢い鉄道が乗り入れていた。中勢鉄道の被災駅は、前身の大日本軌道伊勢支社によって1908年に開業したもので、これは伊勢平野における最初期の鉄道であった。しかし後に、 三宮急行電鉄や国鉄名称線が開業すると業績が悪化し、1944年に廃止された。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。ホーム有校長は8両京城駅舎を持ち、改札口は1カ所のみ。構内にはエレベーターも完備している。出入り口は東西双方に設けられ、西口は再開発ビル。 ポルタ被災と接続している。バス乗り場は駅の西側と東側の双方にあり、三重交通バスが発着している。従来は西側のみだったが、後に駅東側にあった国立津病院の統合、移転に伴って東側にも設置された。地上駅時代には改札は西口と東口に分かれ、構内踏切が設置されていた。 窓口などの駅の中心施設は西側にあった。近年における、当駅の1日乗降人員の調査結果は以下の通り。三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。被災駅の利用状況の変遷を可表に示す。上野秀三郎と八甲造。当駅東口に中堅八甲とその飼い主であった。 上野秀三郎が寄り添う銅像が設置されている。上野は市市氷本村の出身である。三重交通のバスが発着する。ありがとうございます。